悪魔執事と黒い猫続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きで吹雪様やばかったねなんかとんでもなく黒い野郎だったんですけども、まあこの続き見ていきましょうかね。あそこまで極悪人なのもなかなかだよな。第5話、過去の記憶。へいへい、国士部屋。おう、吹雪様視点。くそ、サルディスケに反旗を翻す小領主であってる、読み方小領主かの数が日に日に増えている。南部と北部では小貴族の同盟が結成され、東部ではすでに反乱軍との小競り合いが発生しているとも聞く。一つ一つは大した勢力ではないが、互いに連携を取られると厄介だ。偵察隊の情報によれば、大規模な攻撃を行う気配はまだないようだが、これ以上敵の勢力が膨れ上がれば、いつまでこの均衡が保たれるか。とにかくあまり時間がない。周辺貴族のハエどもが攻めてくる前に、何としてもサルディスケの力を世界に知らしめる必要がある。一刻も早く強化戦士を完成させなければ絶対ダメだと。みたいな被害者がまた増えるってわけでしょ。絶対よろしくないよな。ただ問題は、強化戦士たちの配備がうまくいかなかった場合のことだ。研究員たちには十分な資材を与えているが、強化戦士の出来もまだまだ信頼できるとは言い難い。悪魔執事に対抗するためにも、もっと改良の余地はないものか。悪魔執事、彼らの体を調べれば何か解決の糸口が見つかるかもしれんが、あーなんかこれ嫌な予感するラと誘拐されたりするんじゃねえか。やめてくれよもう。ち、手元にない以上考えても仕方ない。とにかく過去の記録をもう一度遡ってみるか。先代から7代前の当主までの記録はすでに確認したが、この研究はさらにその数千年前から続いている。やば、歴史やば。過去の膨大な資料を読めば何か参考になる情報が残っているかもしれん。まあそんな古い記録など大して参考にはならないだろうが、さて次は8代前の当主時代の記録か。年代で言うと200年以上前だな。あとが見つかっちゃうよ。しばらくして、実験体死亡、死亡死亡死亡か。どれも似たような記述ばかりだな。同じ実験を条件も変えずに繰り返すとは、全く我が祖先ながら嘆かわしい。彼らの指導力の欠如のつけを私が払わされているわけだ。はあ、この時代の研究資料は使えんな。次は9代前の当主時代の資料か。ん？表紙がところどころ焦げているようだな。これらとの時代なんじゃないか、もしかして。他の資料はこんな風になっていなかったが、年代的に250年ほど前か、何かのきっかけで燃えかけたのか。ペラ。うん、記録はちゃんと読めるな。ふむ、どうやらこの時代の研究者も私と同じく薬によって人体を強化しようとしていたらしいな。だが一つだけ気になる記述がある。え？洗脳実験だと？ああ、これ絶対ラトの時代。これは今までの記録で初めて見たな。火事場のバカ力という古くからの言葉にある通り、人にはもともと潜在的能力が備わっている。私の研究では薬による人体強化と洗脳による潜在能力の開花の両方を実現することで、天使を倒す人間兵器を生み出すことを最終目標とする。なるほど、洗脳か。確かに強化戦士を意のままに操るにはいい手段かもしれんが、その後の資料に載っていないところを見ると、この実験の結果もおそらく。いや、絶対成功例が一人いるんでしょう。ん？これは実験体ナンバー3719、天使撃破、案の定だとだよね。なんだと、天使を撃破。
バカな、250年も前にすでに実験は成功していたのか。いや、待て、偶然ということもあり得る。一般兵であっても犠牲を厭わず達成でかかれば天使を倒せることもあるからな。天使一体を相手にどれだけ少数で勝てるかが問題だ。どこかに戦闘の情報は。あった、これだ。実験監視員の記録。作戦に参加した5名のうち4人は死亡。残ったナンバー3719がとどめを刺し天使を撃破した。なんだと、たった5人で天使を倒したというのか。生き残ったのはナンバー3719か。その後こいつはどうなったんだ。乗ってんのかな、悪魔執事になったとか。ああ、情報なさそうだね。ん、これは、ち、そういうことか。この事件のせいでそれまでの洗脳実験の結果が喪失し、再発を恐れた時代の無能な当主のせいで研究の成果が引き継げなかったわけだ。あ、この当主の引き継ぎをその次の当主がバレるのがやべえと思って消しちゃったんだ。なるほど。くそ、私がもっと早くこのことに気づいていれば。洗脳実験を再現し改良を加えることもできたものを、失われた研究を一から再開するにはあまりにも遅すぎる。ナンバー3719か。惜しいことを。ん ?3719? 待てよ。どこかで見覚えのある数字だ。ああ、もう嫌な予感。確か、中央の大地に放っているスパイの報告書の中で、悪魔執事についての記述に似たような4桁の数字があったような。よく思い出したな、それ。気になるな。念のため確認してみるか。よく思い出したよ、本当に。修也なら絶対に思い出さない。数分後。あった。悪魔執事の個人情報の資料だったか。右の側胸部にタトゥーがある執事。包帯の下にある数字が見えていた。ナンバー3719。やはり、記述違いではなかった。偶然？いや、そうは思えん。となると、考えられる可能性はただ一つ。ああ、もうラト狙われる。これもうやめてあげてよ。見つけたぞ、解決の糸口。こいつだ。こいつさえ手に入れることができれば。やめろ、もうラトをこれ以上不幸にしないでくれ。もう頑張ったじゃん、ラト。耐えてきたよ。250年も前のトラウマ未だに引きずってんだよ。もう苦しめないでくれ。で、家族の時間、急にハッピーな感じ。中央の大地エスポワール。訓練キャンプが終わってから約2ヶ月近くが経った頃、だんだんと雨が降る日も少なくなり、本格的な暑さを感じる季節を迎えてきた。あれ以来、知能天使の目立った襲撃もなく、俺たちは平和な時間を過ごしている。うん、もう宮地さん、ああ、これラト宮地フルーレでデート中に襲われるんだろう。嫌な予感しかしない。今日の買い出しはこんなものかな。はい、今日は綺麗な生地がたくさん買えました。ありがとうございます。主様もわざわざお付き合いいただきありがとうございます。いつでも付き合うよ。いつでも呼んでくれ。はい、また一緒に来ましょう。そうですね。フルーレは私たちがついていないとダメですから。もう相変わらずお兄ちゃん的立ち位置。もう何度も訪れているお店なのに相変わらず店主の目を見られませんしね。うるさいな。人見知りなんだから仕方ないだろう。だけど以前よりはだいぶ慣れてきたよね、フルーレ君。今日はいつもより大きな声で挨拶できていたし、もう扱いが子供。はい、そうなんですよ。時間が経てばちゃんと話せるようになりますから。ですが、ここからがまた長いんですよね。そうなんだ。私と自然と話せるようになるまでどれほど時間がかかったか。そうなんだ。はい、ええ、主様ほど早く打ち解けた人は他にいません。私なんて最初はララララトさんなんて呼ばれていましたし、なんか歌ってるみたいな感じになってる。ララララトさん、ちょっといいな、好きなんだけど。
ちょっとそんな昔の話を掘り起こさなくていいでしょう。確かに出会ったばかりの頃は今みたいな関係ではなかったよね。そうだね。あの頃がとても懐かしい。宮地先生まで。安心しなさい。これ以上昔の君のことを話したりしないから。3人は家族みたいだよね。本当仲良しで安心。ん？家族か。ああ、その250年前に宮地先生がラと助け出したのかな。どうなんだろう。ああ、私は2人のことを本当の家族のように思っているよ。宮地先生。私にとって親代わりみたいな人ですし。フルーレ。フルーレのような弟も持てて私も幸せです。まあ何かと弟扱いされるのは困るけど。うん、俺も家族みたいに感じているのは確かだよ。あの宮地先生とラト、もちろん主様も。俺も仲良しでいい。はい、この3人定定だって。主様はその主様、主様は私たちにとって欠かせない存在ですから、ね、ラトが言っちゃった。互いに離れたくないと思う。それが家族というものでしょう。ラト、ちょっとラト、俺のセリフを取らないでよ。おや、なぜ怒るのです。言いづらそうにしていたので代わりに言ってあげたつもりなのですが。もしかしてフルーレの言いたいことと違っていたのですか。そういうわけじゃないけど。ふん、俺は主様に自分の口から言いたかったんだよ。はあ、やれやれ、お買い物の時は代わりに喋ると感謝してくれるのに。フルーレの気持ちは複雑ですね。大丈夫だよ、二人とも。私たちの気持ちはちゃんと主様に伝わったようだからね。もうちゃんと伝わった。ありがとうみんな、大好き。やはりみんなで出かけると気持ちが穏やかになりますね。主様、ぜひまた来ましょう。主様、うん、きっとね、また来たいよな。じゃあ、でもこれ絶対襲われるよな。ラトしっかり守らないと。それでは荷物を馬車に積んで屋敷に帰ろうか。うん、おや、お、誰か来たよ、誰か来たよ。その時馬に乗った複数の兵士がすごい勢いで通りを駆け抜けていった。これでラト誘拐されちゃうの？そんな一瞬で？違う？なんだ今の。ふむ、街中を完全武装の騎兵が駆け抜けるとは何かあったのかな。物騒な予感がする。わからない。天使が出たのなら私たちが呼ばれるはずだし、東へ向かったところを見るともしかしたら、サルディス家との両郷で何かあったか。またサルディス。え？サルディス家と？それってもしかして戦争ってことですか？戦争？やっぱそんな武装の話になっちゃってんの？いや、確かなことはわからないよ。だが、あの兵士たちの殺気だった雰囲気から読み取るに、何か異常なことが起きているのは間違いなさそうだ。一体何が？ん？おっと、不安にさせてしまったようだね。きっと大丈夫だ。本当か？主様が心配することは何もないよ。もうそこまで言うなら信用しちゃう。主様。何があろうと、私が主様を守るからね。頼もしい。ありがとう、宮地。もう素敵すぎ。もう頼っちゃうよ。それにしても、あの兵士たち、グロバナー家の紋章をつけていましたね。グロバナー家がサルディス家のところと戦いに行ってるってことか。なるほど。ちょっと覗きに行ってみましょうか。大丈夫かそれ。え、覗きにって危なくない？それもそうだね。グロバナー家に行けば何かわかるかもしれない。俺も気になる。行くんだね、本当に。勇気あるな、みんな。わかった。屋敷に帰る前に少しだけ様子を見に行ってみようか。ああ。ただし、
殺気立っている兵たちを刺激しないようにね。本当にちょっと度胸あるね、グロバナー家本邸。ふむ。グロバナー家の家の前まで来てみましたが、確かに今日は兵隊さんの数が多いですね。これほどの数とは、街中の兵士を集めたのだろうか。では何があったのか聞いてみましょうか。もしもし、そこの兵隊さん。え、ちょ、ラト、そんないきなり。なんだ貴様らは。わあ、すごい警戒されてる。今取り込み中だ、さっさとどこかへ。ん、ちょっと待て、おっとっと。その顔、その髪、その姿、手配書と同じ。なんか唐突すぎるんだけど展開が。おい貴様、そのままそこを動くなよ。マジか、吹雪にしてやられたな。指名手配されてるってことでしょ。隊長、隊長、こちらへ来てください。ふむ。どうしたんでしょうか。わからない。だがグロバナー家に仕える立場としては、一応言われた通りに待たざるを得ないね。主様、念のため私たちの後ろへ。うん、わかった。やだやだ、すごい物騒な雰囲気。え、ちょっと怖い怖い。でも絶対これ案の定でラト連れ去らわれるやつだよね。第7話約束。数分後来た。兵士に言われた通りその場で待っていると、先ほどの兵士が上官を連れて現れ、さらに大勢の兵士が俺たちを取り囲んだ。おい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 、お前主様に向かって、それはなかなか失礼なんじゃないか、やってること。この状況は。なるほど、確かに例の悪魔執事に間違いないな。これはどういうこと。ふむ。全員武器を構えて殺気立ってますね。ああ、皆さん落ち着いてほしい。我々に敵意はない。街が物々しい雰囲気だったから様子を見に来ただけだ。申し訳ない、勝手に立ち寄ったことはこの通り謝罪する。どうかこのまま解放してもらえないか。いいだろう、元より用があるのは一人だけだ。ああまずい。え、ああ違う、ミヤジ・オルディア、フルーレ・ガルシア、そして悪魔執事の主。貴様らは早々にここから立ち去れ。おいおいおい、お前ラトをどうしようってんだ。ええ、でもそれじゃあラトは。そうだよ、ラトばっか、貴様には出頭命令が出ている。今すぐ我々と共にグロバナー家本邸まで来てもらおう。出頭命令だと。ん、おや、私が何かしましたか。冷静。もしかして時々ここのお庭を散歩していたのがバレましたか。そうなの、そんなことしてたの。見つからないよううまくやっていたつもりなのですが。ラト、いつの間にそんなことを。しかし、でもなんかそんな単純な話じゃないんでしょこれ。え、これだけの物々しさを生む理由とは思えないな。すまないが、よければ関門の理由を教えてもらえないか。知らん、知っててもお前たちに教える義理はない。ああこれじゃラトのことは渡せないな。ならば私もラト君と同行を。ダメだ、我々はラトだけを連行するよう命令を受けている。なんてわがままなんだ。お前たちにもグロバナー家に従う義務があるはずだ。来ないと言うなら逮捕して連行。連携するぞ。おいおいおい、俺らも捕まえようとしてる。そんな。なぜそうまどしてラト君を。またしたまってないよ、シュンヤン。はあ、やれやれ、相変わらず話が通じない人たちですね。ずっと鉄兜をかぶっていると頭の中まで固くなってしまうのですか。黙れ、さっさと来い。あった、勝手に触らないでください。ラトは捕まえようとしてきた兵士の腕を逆に掴むと軽くひねり上げた。つえー、ぐ、いたたた。
行儀の悪い手ですね。このまま壊しちゃいましょうか。やめろラト。さすがにそれはやりすぎ。ラト君、落ち着いてくれ。ここで彼らと争っても状況が悪くなるだけだ。この状況を解決するには命令を下した相手と直接話すしかない。なるほど。フィンレイ様に頼むんですね。ああ。だからラト君も不本意だとは思うが、今は素直に従ってくれ。後で必ず迎えに行く。ラト君、大丈夫。私が必ず君を助けるから。何言われたら信用しちゃうよな。宮地先生。わかりました。宮地先生がそうおっしゃるなら。宮地先生、私は宮地先生を信じてますから、おとなしく従いましょう。そう言うとラトは掴んでいた兵士の腕を離した。こいつ。申し訳ない。非礼は詫びる。どうか彼のことは手荒に扱わないでほしい。おい、すぐにこいつを連行しろ。おお、連れてこれた。ラト。必ず迎えに行くから。どうしてこんなことに。わからない。とにかく、すぐにでも情報を集めないと。グロバナー家との交渉役であるルカスなら何か知っているだろうか。主様？あ、なんか何も知らなそう。それに宮地とフルーレ君も。宮地さんからルカスに話しかけるって結構なあれじゃない？なんかすごい毛嫌いしてたのにね。ルカス？ルカス。お前も来ていたのか。冷たいよ、反応が。ルカスさん、たった今ラトが本邸に。ああ、見ていたよ。ラト君がおとなしく従ってくれて、まずは一安心かな。あそこで暴れられたら、事態がますます複雑になるところだった。何？一安心だと？宮地さん、落ち着いて。ラト君が拘束されたというのに、何を言っている？兵士たちに連行されたラト君が、彼らにどんな目に遭わされるのか、わからないんだぞ。ひょっとすると、この前のハウレス君みたいに。宮地。落ち着いて宮地。ラト君のことなら大丈夫だ。危害を加えられる心配はない。今のところは、ね。今のところって？もしかして、ルカスさん、ラトが捕まった理由について何かご存知なんですか？ああ、ちょうどそのことでフィンレイ様に呼び出されていたところだよ。ラト君を拘束しなければならない、その理由についてね。そうか、お前はそれをおとなしく受け入れたわけだな。答えろルカス、一体どんな理由だ。何も捕まるようなことをしていないラト君がどうして急に拘束されなければいけないんだ。それは、それについては屋敷に戻ってから全員の前で説明するよ。今回の件は私だけの力ではどうにもならない。みんなの力を合わせなければ事態の収束は図れないと思うから。そこまでの大事なんですか？せっかく最近は平和な時間を過ごせていたのに、どうして突然こんなことに。ラト、それラトも落ち着くわな、こんな状況いきなりぶち込まれたら。魔女石20個獲得。次は第8話襲撃。もういきなり？しばらくして。ありがとう。みんな集まってくれてありがとう。もう耳に入っているとは思うけど、先ほどラト君がグロバナー家に拘束された。はい、僕びっくりしました。ラトさんを出せといきなり兵士たちが押しかけてきたからな。マジか。買い出しで留守だと言ってるのに中まで入って探そうとするし。それにしても急に捕まるなんて、ラトッチ一体何をしでかしたんです？もしかしてゴエティア様の石像に落書きしたとか、そんなことをしないかな。石像ですか？
エスポワールの広場にある大きな像だよ。なんでも昔の偉い人のご神体とかで、一度その像のてっぺんまで登ろうとしてすっごい怒られたっけ、うん、それラムリだけ。でもラトもやりそう、正直。そういえば見たことあるかも。やれやれ。さすがにいたずら程度では完全武装の兵たちが屋敷に押しかけたりはしませんよ。確かに今日の兵士たちは妙に殺気立っていましたね。ふむ。ああ、まるで戦闘間近のような独特の緊張感があった。あの、ルカスさん、どうしてラト君は急に拘束されることになったのですか？兵士たちの緊張感と何か関係があるんですか？うん。先に結論から言うと、今回ラト君が拘束されることになったのは、サルディスケの要求が原因なんだ。要求してきたの、あの人たち。はあ、精神ずぶて。サルディスケの要求？え？どうして彼らがラトの身柄の拘束を？理由はわからないけど、どうやら彼らはラト君の身柄の引き渡しを強く要求しているらしい。それも断れば全面戦争も辞さないほどの態度で。はあ、大量の犠牲が出るんだったらラトだけでとかって済まそうとしてるんだろ。絶対ダメだろ。はあ、ますます意味わかんないっす。この前は傭兵団を使ってこっそり暗殺しようとしてたくせに、今度は一人の身柄をよこさないと全面戦争？っていうかサルディスケは今地元の内乱で手一杯じゃなかったっけ。そんな中で中央の大地と全面戦争しようだなんて、むしろ無謀だろ。サルディスケのやつら戦争しすぎて頭おかしくなっちゃったか。確かに変なタイミングだね。まあ、それほどまでにラトを手に入れるってことが重要なんだろうな、はい、ええ、だからこそグロバナー家も油断していたようです。内乱で手一杯の今ならしばらくは東から攻め込まれる心配はないと。ところが昨日、東の領境にある町が国境してきた軍隊の襲撃を受けました。マジかよ、見境なしだな。軍旗は掲げていませんでしたが、明らかにサルディスケの軍隊と考えて良いでしょう。彼らは町を破壊し多くの住民を捕らえ東の方へと連れ去った。捕虜を？捕虜確保してったってこと？悪行だろう。悪行が過ぎる。その翌日、サルディスケからこのような手紙が届いたそうです。中央の大地の領民が一部の反乱軍により東の領内に連れ去られたようだ。サルディスケとしては不届きな反乱軍を討伐し、人質となっている中央の民をそちらに返してやってもいい。あ、ラトと交換しろってこと？ただし我らの労力と領民の命の対価としてラトバッカという悪魔執事をこちらに引き渡してもらいたい。拒むことできないじゃんな、こんな状況じゃ。この状況を受けられない場合、下またなかったよ。受け入れられない場合、今後いかなる武装勢力がそちらの領内を荒らしたとしても我らは一切感知しない。ろくでもなさすぎる。つまりこういうことか。ラトさんを引き渡さないとさらった町の人たちを返さないし、これからも中央の大地にある町を襲撃するぞと。マジかよ、そこまでしてラトさんの身柄が欲しいってことか。あのさ、絶対ろくでもないもんな。っていうかグロバナー家もそこまでされて黙ってるんすか？見ようによってはもはや宣戦布告っすよ。貴族の間でもかなり混乱が起きているようだ。いやー、多分これただの領民だったらいやダメだってなったかもしんないけど、悪魔羊ってなった瞬間みんな冷たくなるからな。直ちに軍を派遣しサルディスケを叩くべきという意見もあれば、悪魔羊一人を差し出して済むならそれで事態を収めるべきという意見まで。やっぱりな、絶対そう言うと思った。どちらにせよ大した準備もせずサルディスケとことを構えるのはリスクが大きいから、とりあえず悪魔羊を差し出し今後の情勢を注視するという意見が大勢かな。あ、もう案の定。とりあえず差し出すって、あいつらラトのことを何だと思ってるんだよ。はあ、別に何とも思ってないんだろう。ああ、
最近3人増えたから1人ぐらい減ってもいいだろうってな。そんな、ラト。ふん。それにしてもどうしてラトなんだ。悪魔執事の戦力を削ぐのが目的だとしても随分と回りくどいし、わざわざラトを名指しにしたというのが気になるな。宮地、何か心当たりはあるかい。いや、私には見当もつかない。私は、それに私にとっては理由などどうでもいい。ルカス、グロバナー家はサルディス家の要求に応じるつもりなのか。うわー、これイエスって答えたら宮地さん暴れそうだな。もちろん私は反対したけれど、フェインレイ様は引き渡すつもりだと思う。なぜ。バカな、なぜそんな真似を。ラト君を引き渡せばそれこそどんな目に遭わされるかわからないんだぞ。それは、ああ、そしてそれは人質になっている領民も同じだ。ラト君を引き渡さなければ連れ去られた人々がどんな目に遭うかわからない。フィンレイ様の代弁をするつもりはないけれど、一人の悪魔執事と大勢の領民の命を天秤にかけた上での判断だろう。まあ合理的判断ってやつか。ふざけるな、ラト君に生贄になるというのか。宮地先生、おいおい落ち着けて宮地先生。だけどさ。でもさ、俺もフィンレイの旦那の判断には反対だな。なあ、一度要求を飲んじまったところでまた次の要求が増えるだけなんじゃねえの。ねえ、俺もそう思います。戦争を避けるために妥協を続けた結果、それがかえってより大きな災いをもたらす、そんな話を歴史書の中で何度も読みましたから。うん、私も同じ意見だよ。私はだからこそもう一度フィンレイ様に会って説得を試みるつもりだ。今度は私一人の意見じゃなく、デビルズパレス全員の総意として。わかった。ならばその交渉には私も同行する。私も行きます。今回の決定には納得ができませんから。さすがにみんなそうなるよな。俺にも行かせて。はい。修也も役立っちゃうよ、これ。ええ、主様にもぜひお願いいたします。では。それでは明日はこの4人で交渉に臨みましょう。あまり大勢で押しかけても全員は入れてもらえないだろうから。あの、ルカスさん、むしろ全員で押しかけてみるのはどうでしょう。プレッシャーを与えようとしてる。フルーレなのにフルーレとは思えないぐらい荒々しい判断をしている。実際にグロバナー家の本邸に入れるのは数人だけだと思いますけど、外に大勢で待機しているだけでも俺たちの意思をより明確に伝えることができるかも。いや、それは少々リスクが多すぎると思うな。ごめん、大きすぎると思うな。ただでさえ不安な貴族や兵士たちを刺激して予測不能な事態を招くかもしれない。だけど、そうですか。だけどただ屋敷で待ってるだけなんて。フルーレ。大丈夫だってフルーレ、あとはルカスさんたちに任せようぜ。そうだな、交渉ごとはルカスさんに任せれば問題ない。うん、わかった。あの、ルカスさん、主様、ラトのことどうかよろしくお願いします。うん、わかった、任せてくれ。頑張って助け出してみせる。大丈夫、後のことは私たちに任せて。いや、フルーレ不安だよなこれ。ってことで今回区切りがいいんでここまでとさせていただきます。次回は4人でね、ラトを返せっていう感じでね、フィンレイ様に抗議しに行きます。いや、とんでもない展開になったんだけど、なんかもうバッド展開は辛いですね。それではシュヤンでした。またね。